始まりました、夜間とアイドル対談シリーズ。はい、アメフラシの小島花です。はい、クラブポップのりなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、前回に続いて今回もたくさんあるあるというか、あるあるを語っていきましょう。お願いします。じゃあ、早速、おい、何しようかな。これお、長い。地方でライブやイベントに出演するときに意識することといえば、おにゃにゃらである。おー、なるほどね。遠征したときにってことか。遠征は最近した？大阪行きました。大阪とか兵庫行った、かな、行きました。行った。最近今ツアーしてて、そうそう、各地いろいろ、この間大阪行ったりしましたかな。なんだ、でもやっぱりさ、その地方、大阪だったら、なんでやねんとか、そうだね、方言とかね、言葉系使うよね。確かに、なんかこう、調べるネットで方言合ってんのかな、これって思いながらね。あとイントネーションがさ、難しかったりするから、それを調べたり、偉い。いやいや、でもさ、難しいよね、やっぱね、馴染みがないと。あとは何だろうな、その地方によってさ、ファンの客層ってすごく違う。違うね。違うよ、ね。違うかも。あと見方も違うかも。なんか結構大阪とかだと、なんか結構前のめりな感じ。わかる。なんかもうすっごいクラブなんじゃないかみたいなライブ会場になってたりするよね。なんか熱い、より熱い感じがするかなって思ったんだけど。なんだろうね。でも MC とかもちょっと変えてたりするかも。その各地、ね、地方によって。クラパちゃんって MC もどうだろう。MC ね、でもなんかみんな苦手すぎて、そうなんだ。そう結構苦手で。喋ってるイメージあるけど。本当あのね、あの楽屋が出ないのよ。出ないんだ。ステージに出ないタイプ。出ないタイプ。みんななんか。なっちゃう、だんだん。そうそうそう。ね、だからアメフラのさ MC 見ててめっちゃすごいなと思って。仲いいし、そう、なんか言葉がさ飛び交ってるじゃない。逆に聞き取れないみたいなのあるんですよ。なんかそこを目指して羨ましいなっていつも思ってる。私たちもクラポちゃんのように清楚になりたいとよく話してるんだよ。全然清楚じゃないよ。え、本当？まあまあ、それもちょっと見えるけど。見える？ちょっとまず。そう。まあでもやっぱ方言。そうだね。方言を使う。方言使うかな。ね。それかな。はい。せーの、地方でライブやイベントに出演するときに意識することといえば、方言で使うである。ごめんね。方言、はい、方言だ ね、 ですね。いいね。難しい方言とか あるよね。いや、ある。でもさ、あんまさ、あれだよね、東名阪とかしかあんま行かないから、そうだね、そこら辺しか知らないな。確かに。なんでやねんが一番使いやすいかね。なんでやねん言っとけばみたいな。すいません、大阪の皆さん、すいません、本当にすいません。でも父が愛知で、そうなんだ。なんでちょっと名古屋とかそっち系は聞きなじみがある。あ、そうなんだね。私もでも両親北海道で、そう、なんかなまらとかは、まあ、そんな多くは使わないんだけど、そう、聞きなじみはあったかな。なんか北海道、そう、北海道なの。はい、行きますね。次はなんだ。これうちのグループだけかもというルールが、ルールといえば〇〇である。ルールか。え、ルールある。ルール難しいね。ルール、あ、でも、その差し入れとか、ライブで、誰かにもらった時は、もうじゃんけん。じゃん、好きな味とかあるじゃん。そうなんだ。だからみんなでもうガチじゃんけん。シャークッって。すごい。やってるかな。で、それでまあ勝った人から好きなものを取って食うっていう。そうなんだ。これは。クラポは結構早いものが違うんだよ。そう、でももちろんケーキとかだったらじゃんけんしたりするけど、結構何でもいいとか、どれでもいいよみたいな、酒選んでっていう人が多いから、結構早いもん勝ち。そうなんしれない。やばいよ、多分アメフラそっち行ったら。もう一瞬にして全てなくなったから。いいよ。やばいな、すごいな。そうなの。そうなんだ。そうだね。喧嘩にならない、その味とかで。
ならないかも。あ、ならない。なんか結構あっちもこっちも食べたいって言うと、え、じゃあ半分こするとか。わ素晴らしい。そうそうそう、なるかも、なってるかもしれない。いいね。雨降らない。やばい。私絶対これだから私も絶対これだからちょっと参加したい参加したいにしてください、ぜひぜひ。ちょっと私これだから殴り合いになっちゃうからすごい危ないですね、差し入れとなると危ない。差し入れでね、あのクラブじゃないか、ルール的な、ルールなのかわからないんだけど、レッスン、ダンスレッスンするときにだいたい立ち位置が決まってる。なんかこう先生が真ん中にいて、だいたいみんな始めるよって言った時に、決まってるの？いや決まってるわけじゃないんだけど、なんかそこに行っちゃう。そう、だいたいそのあたりにいて、そう、毎回だからダンスの動画とかこの最後に撮るじゃない、だいたい全部同じ、あ、そうなんだ人が同じ位置にいることが多いかな。でもなんかルールなのかな、なんかね、確かに、あ、うん、成り行きみたいな、成り行きで、そう、あるあるで、ルールはないか。そう、ライブ前の気合い入れ、うん、うんうん、あるあるある、みんなでバーンって参加した時、あ、そうそうそう、あるある。あ、じゃあそれは一緒だ ね、うん、そこ一緒だね、そこですかね、やっぱですかね。でも大体やる人って決まってない、やってもらう人、あ、全員あれかも、はいって背中を差し出して、うん、叩いて叩いてってやる、みんなでもバン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 って。そうなんだ。あ、違った。いや、もうなんかあの私はアイラで、誰誰は誰誰で、なるほど、決まってるんだ。あ、そうなんだ。私たちはこうエンジン組んだ後に、はい、誰誰、早く背中、そんな自由な感じ。そうそうそう、みんなからバババババババってなんかいっぱい手が伸びて、フリーな感じなんだ。そうそうそう、いいね、それも楽しそう。そう、そうだから誰が叩いたか分かんない時ある。気合入るそれ。え、入る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 。いいね。そう、まあでも背中叩くは一緒だね。一緒ですね。それにしますか。それにしようか。まさかの。うん、と、せーの、はい、これうちのグループだけかも、とルールといえばライブ前に背中を叩くです。まだ決まったルールではないんだけど、明確なルールは少ないかもね。そうだね、ないかもね。ちゃんとしたルールとかないんですけど、うん、なんとなくね、ね、いつも通りルーティーンというか感じです ね、 うんうん、うん、ね、はい。さあ、というわけで今日はここまでになります、はい、ありがとうございます。今日はなんかちょっと違った ね、 違ったね、グループで変わりました。全然違ったかもね、うん、よかったよかった。クラポちゃんとアメフラの差が見つかりました、ね、楽しかったです。よかったです。さあ、というわけで、はい、まだ3日目もありますので、うんうん、ぜひ楽しみにしててください、はい、ということでここまでのお相手はアメフラ氏の小島花とクラウンポップのリーナでした。バイバーイ、バイバーイ。